こんにちは。体の使い方から剣道を上達する剣道クリエイターの堀江です。今回はね、素振りとかよく今やってらっしゃると思うんですけども、質と量どっちが大切なのっていうことをお話ししていきます。で、今の僕の最高の答えを皆さんにお伝えしていきます。で、よくね、質と量どっちがいいのかと、素振りでも、ね、量を振るのか、ね、質を高めていくのかっていうことってあると思います。で、僕が思うにやっぱ両方必要なんですよ。両方必要。どっちかっていうことを決めること自体ちょっとなんかおかしいのかなと、ね、その人にとって今量が大切なのか質が大切なのかっていうことはあると思いますけれども、だって一番いいのは質が良くってそれで量ができるっていうのがもちろん最高じゃないですか。最高ですよ。最高を考えるんだったら、その質が良くて量が増えるっていうのが一番いいです。だけどやっぱ人間ね、いろいろね、辛いことだったりね、きついこと、不安に思うこと、ね、嬉しいこと、楽しいことっていっぱいあると思うんです。その時になってやっぱこうメンタルと変わりますから、ね、質がね、悪くなること、逆に良くなることっていうこと、いろいろこう、あると思います。で、僕はね、いろいろまあビジネスとかでもそうなんですけど、教わった時に、質は量からしか生まれませんからね、量やってくださいって言われたこととかもいっぱいあるわけです。でもじゃあ本当にそうなのかって言ったら、そうなんだけどそうじゃない部分だって見直すところが、ね、見直せば質が上がるところなんていくらでも実は見えるわけです。だからそこを、ね、見直しながら量をどれだけ触れるかっていう、このトライ&エラー、ね、試行錯誤ですね。トライアルして、で、そしてまたなんかこうやっていくっていうことをどん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 繰り返さないと僕はいけないんじゃないかなっていうふうに、考えてます。じゃあなんで僕がこの YouTube で動画、ね、上げるかっていう話なわけですよ。で、僕は例えばね、再生回数今まあ初めて言うんですけども、大体みんなコンスタントにまあ1000回を超えるぐらいのね、見てもらえる動画を作りたいなって思ってるわけです。なんでかって言ったら、僕その筋力ないんですよ。僕はその筋力がないんです。だからまず数をこなそうと思って、こんだけバン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 ってなるべく上がって、でそしてこの喋りも、ね、一切台本作ってないです。なんか、自分こう喋ろうかなと思ってからすぐにこれもう回してるんですけども、このトーク力っていうのも僕はあんまりないので、先にそれをつけなきゃいけないと思って、その筋力をつけようと思ってどんどん数を出してるわけです。そして皆さんの悩みにね、ちゃんと僕が言いたいこと、やりたいことがちゃんと変換できてれば皆さんにお届けできるわけじゃないですか。伝わるわけですね。ああその悩みあったとか、ああその解決したかったこう内容だわって言ってくださるわけです。でもただ僕の言いたいことだけ言ってたら絶対に再生回数なんて回ってこないわけですね。で、だから僕はじゃあ何かって言ったら、それを考えて、あ、この動画出してみた、なんかあんまりヒットしなかったなとかね、そういうことを自分なりに、量を出しながら質もとにかく上げていくってことをやってます。だけど僕はその筋力ないから、でたまにポンって跳ねたりする部分もあるじゃないですか。じゃあなんでそれを跳ねるのかって話なんですよ。そしたらたまたまヒットしたじゃなくて届いたわけです。だけどその1回ね、よくあると思います。1回良かった、でもそれが自分の実力だと思いすぎちゃって、やらなかったらまたなんか落ちていくみたいなことってないですかね。1回跳ねたらじゃあそのままでいいかって言ったらそうじゃないですよ。やり続けなきゃいけないわけです。だけどまた落ちたりするわけです。そこで落ち込んでやめていく人っていうのはいっぱいいます。だから僕が今最高だと思う答え、これをね、今お伝えしてるんですけども、その最高のできたことの7割とか6割5分でもいいです。6割5分、7割5分、この辺のあたりのことをずっとやり続けるんです最高のことの6割5分とかね、それぐらいですよ。本当にそれぐらいをコンスタントにやり続けて筋力をつけ続けるんです。そうするとこの跳ねたところあたりのところがポンってたまに出てきて、その回数が増えてくるはずなんです、ね、今僕患者さんを見てて、例えばリハビリやってる人もそうなんですけども、ああよかった、だけどまたすぐ悪くなりました、痛くなりましたっていう人いるんですけども、やっぱ継続、何を継続してるか、その最高のところをやりすぎても負担がでかすぎる場合があるんですよ。すごいやって見てた時に、
じゃあちょっとその質を落として、自分がその最高だったと思うところの質を落としてやってもらったら、意外とその良かったところの出現率が高くなることが分かってきたわけです。だから量と質両方絶対大切です。両方とも大切です。だけどじゃあ最高のクオリティをずっとやるのはもちろん最高なんですよ。じゃあそのためにじゃあどうするかって言ったら、6割5分ぐらい7割ぐらいのところを常にキープしてガンコツ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 筋トレみたいなのをするわけです。でそうするとその出現率が高くなっていく。でそしたらまたそこがベースに6割5分ぐらいになってくれば、またその上が見えてくるわけです。で僕はそれが一番、効率がいいというか、質と量が、ね、マッチする、考え方なのかなっていうふうに今現在、ね、これ僕また考えて、明日には勝てるかもしれません。でアップデートして、いや実は昨日言ったことから勉強して、実はこうですっていうふうになるかもしれません。またいろんな情報を見て、ね、ある先生ね、いろんな やられてる先生の情報を聞いて、あそっちの方が納得だと思ったらもうすぐ変えます。僕の場合すぐ変えます。あそっちの方が それが一番ですってそれの方があめちゃめちゃそう思います。質と量に関してね、あそこの、考え方はそれが一番多分ベスト考えですってなるかもしれません。だから今の現状は7割とかね、それぐらいを出せる筋力、とにかくその筋力をつけていくってことはめちゃめちゃ大切です。なので皆さんね、質と量困ったら、もし困ったらですよ、そうやって質量どうなのかなって思った時に量を振るのは絶対大切です。量を振るのは絶対大切だけど、質をじゃあ落としていいかって言ったらそんなこともないじゃないですか。だったら最高の自分の質からちょっと落としたところを常に出せる筋力をとにかくやっていけば、質なんて勝手に上がっていきます。でそうするとなんかたまにポーンってすっごいのが見えたりするんですよでそこを基準にしちゃダメなんです。そこは見せてもらえただけであって、さらにそこをコツ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 やっていくとその筋力が上がります。だから僕のこの YouTube もどん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 と今再生回数をですね、とにかくこれぐらい、最低これぐらい出せる内容を皆さんねに伝わる内容をとにかく出そうと思って、その筋力つけようと思って今出してるわけです。でそうすると自分の頭の中もその回転で変わりますよね。じゃあその思考をどん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 やっていくと、他のまたアイデアがどんどん浮かんでくると僕は思ってやってるわけです。だから皆さんももしね困ってたら悩まずにそういうふうにですね考えてみて、で他の意見でもいいです。自分に合った自分にとって正解の、考え方っていうのを見つけていただけたらなというふうに思います。だから質と量ね、悩んだら今の僕の、ね、7割ぐらいのことをぜひねやって、最高の自分のパフォーマンスに向けて、ぜひ練習してみてください。